あの YouTube の方に切り抜き上げてるんですけど、うん、ああいつもありがとうございます。ありがとうございます。他のチャンネルの人ってみんな何々切り抜きチャンネルとか、ああの YouTube の名前、チャンネル名ってことですね、うん、そう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 、はいはい。で私はなんかずっとそのこのマスメロの名前のままで言ってるんですけど、はいはいはい、変えた方がなんかいいのか、あそのままもう貫いて自分の名前で行くのかっていうのを、なるほど、最近、うん、考えてて、何かはいはいはい、いい案があれば、まあそれこそじゃあ自分色出すんだったらなんか、うん、マスメロさんの名前をもじってなんかでいいと思いますけどね、うん、それこそなんか、まあマスの方を取ってもいいですし、まあメロの方を取って、うんうん、なんか義賊の切り抜きメロン畑とかそういうのでもいいと思いますしね。まあ正直そんな深く考えなくてもいい、今みたいにまあパッと思いついたのでもいいわけですよ本当に。メロン畑、うん、メロン畑でもダブルメロンでも何でもいいですよ本当に。いやさすがですね、うん、いやメロン僕大好きなんで、はい、じゃあメロン畑にしようか、はい、まあメロンパンも僕結構好きなんで、はい、もうまあ何でもいいと思いますよ本当に、はい。義賊のなんてもう一回言ってください。まあ義賊の切り抜き、まあ、メロン畑ですか。はい、そこは自由でいい。それいいかな、メロン畑にしようか。あ、気に入りました。はい、3秒で考えたやつですからね今のもね、はい、うん、でもそれでなんか配信でこう私コメント結構するじゃないですか。はいはいはい。びっくりしないか、大丈夫ですか。あ、まあそう、まあ、マスメロさんの名前を残すのであれば、はい、まあカッコマスカッコ閉じメロン、はい、メロン畑でもいいですね。マスメロン畑でもいいですし。あ、なるほど、うん、なるほどね、うん、ここにマスを入れた、まあ、なるほど、つまりびっくりするイコールインパクトがあるってことですから、それだけ、うん、それだけ、うん、こういう、あ、どういう人が切り抜きやってんだっていう場合もありますから、はい、うん、あ、いや面白いな、ちょっとこれじゃ候補に、はい、あ、ぜひ参考にしていただければ。はい、面白いな、あ、よかったです、なんかはい、参考になったな、はい、参考に、はい、ありがとうございます。あ、ぜひじゃあ待ってます。はい、はい、待ってます。はい、こちらこそありがとうございます。あ、そんなところでじゃあ大丈夫そうですか。そんなところで、はい、もう大丈夫です。じゃあ